この世界は変わることができるのか、この世界を変えることができるのか。未来は変えることのできる今の積み重ねだから、その一歩を。アイオン。アイオンは情報の流れのすべてを光に置き換えるネットワーク、情報通信基盤を構築し、社会課題の解決やビジネスの創造に貢献する構造。そしてビジョンが非常に画期的な点。アイオンでは人や物などのすべての情報がつながることで、あらゆることの調和した幸せな状態、ナチュラルな世界の実現を目指しています。これは実は非常に難しいことなのです。例えば SDGs のように多種多様な目標が存在するものを同時に実行した場合、親和性の高い目標は並列して実行できますが、地球環境を扱う目標と経済成長を扱う目標ではコンフリクトを起こす可能性があります。それらを両立すること、さらにそこから新たな価値を生み出すことが可能と考えます。これがアイオンなのです。今後も世界中でネットワーク接続されるデバイスは爆発的に増加し、ネットワーク負荷の激増、個人や企業、データセンターなど電力消費量が増加します。その結果、エネルギー需給に起因する地球環境の悪化が予想されます。現代社会では膨大なエネルギー消費によって経済成長が進みます。ではエネルギー消費を減らしつつ経済成長を進めることは可能でしょうか。この難題に対してアイオンがブレイクスルーを起こします。3つの構成要素の一つであるオールフォトニクスネットワークは、エレクトロニクスとフォトニクスの融合による電力効率の大幅な向上により、電力消費量を100分の1に削減することができます。また圧倒的な通信の大容量化、低遅延化を実現します。そしてデジタルツインコンピューティングでは、サイバー空間上で人、物を含めた様々なデジタルツインを自由自在に組み合わせることのできる実世界の再現を超えたインタラクションを実現、未来予測などに活用できます。コグニティブファウンデーションでは、様々なリソースを一元管理するマルチオーケストレータによって、業界や地域ドメインを超えたリソース活用を可能にします。これらの技術によりエネルギー消費を減らしつつ経済成長を進めることが可能になります。そして多くのサービスを創出することや社会課題の解決、持続可能でより良い世界を実現する情報基盤として機能していくでしょう。これは夢のような話ではなく、もう始まっています。2023年、アイオン 1.0 開始。2030年度以降ではアイオン 4.0 へと進化していきます。もちろんこの実現にはあらゆる分野のパートナーと連携し、様々なブレイクスルーを起こす必要があります。そしてアイオンにはその実現と普及に向けて取り組む団体、アイオングローバルフォーラムがあります。そのメンバーの期待の声を聞いてみましょう。And it's clear that digital technologies like AI, emerging platforms like high-speed optical wireless networking, are going to change the game completely. And, we do hope that the, we be part of the leading group adopting the service to be offered. このアイオンのビジョンや技術を実現するために、今、世界の多くの企業が賛同し動き始めています。あらゆることの調和したナチュラルな世界の実現へ。